イフティアルティーン、ムハンマド・バフティアール・ハルジー、または、ムハンマド・バフティアール・ハルジーは、インドマムルーク朝の将軍。王朝の創始者クトゥブッティーン・アイバクに仕え、ムスリムとして初めて、ベンガルを征服した。彼の遠征によって、インド東部の仏教は深刻な打撃をこむった。彼以降も世紀にわたり、ベンガル地方はイスラームを信仰する君主によって、支配されることになる。 ムハンマド・バフティアール・ハルジーの属するハルジー族は長きにわたり現在のアフガニスタン南部にあたる地域にいたトルコ系部族であった。彼らの多くは12世紀末から13世紀初頭のゴール朝の遠征に参加し東インドの一部を征服した。ムハンマド・バフティアール・ハルジーは現在のアフガニスタン南部にあるガルムシール出身であった。伝説では彼は 将来十八期を率いて、ベンガルを征服するという予言を受けた。生まれた時には、平民の身分で、膝より、下まで伸びる長い腕と低身長の持ち主で、顔つきも良くはなかった。彼は、ゴールの役人に任じられた後、1193年頃に、インドへ向かい、クトゥブッティに相曝の軍に志願したが断られた。そこでさらに東に向かって、 マクリクヒズバルッティーンの下で職を得た後、北インドのバダーユーンで小部隊の指揮を任された。しばらくして彼はアワドへ赴き、ここでマリク・フサム・アッティーンに見出された。フサムはハルジーに、現在のミルザープル県の南東端にあたる地域を与えた。まもなく、ハルジーはここで力を蓄え、東方の防備が薄い地域を荒らし回るようになった。ジェームズ・メストンがまとめたハッチソン。 S エス,ストーリー・オブ・ザ・ネーションズにある挿絵。バフティ・アール・ハルジーが、ビファールの仏教像を虐殺する場面である。ハルジーは北インド平原を横断する過程で、ナーランダ大学やビクラマシーラ大学を破壊し、多くの仏教徒やバラモンの学者を虐殺した。ナーランダ遺跡1200年にビファールを征服した時、ハルジーの人生の転機が訪れた。 彼の活発な軍事行動が功を奏して、デリーの宮廷での影響力を獲得したのである。同年、彼は、ベンガルへ軍を進めた。ナバドビーパの町を攻めた時、彼は戦闘に立って突撃した。あまりの速さで、彼についていけた騎兵はわずか18機だった。1203年、ハルジーは、セーナーサの君主ラクシュマナセーナから、首都ナバドビーパを奪取することに成功した。 最終的に彼は主要都市ガウルを征服し、ベンガルの大部分に攻め込んだ。バフティアール・ハルジーの侵攻により、ナーランダやオーダンティプラ、ビクラマシーラの仏教建築軍は甚大な被害を被った。ミンハージュ・サラージュ・ジューズ・ジャーニーが表したナーシルシワによれば、ハルジーはビファールという町の仏教人を破壊したという。これはおそらくビファーラを指している。 アメリカの歴史学者、ハルトムート・シャーファは、チベットの文献から、これがビクラマシーラの寺院の一つを指しているとしている。一方で、歴史家のアンドレ・ウィンクは、オーダン・ティプラの寺院であると考えている。17世紀前半のチベット仏教のラマである、ターラナータは、侵略者がオーダン・ティプラで、多くの仏教像を虐殺し、ビクラマシーラを破壊したと記録している。 13世紀にこの地域を訪れたチベット人の巡礼像ダーマスバミンによれば、ビクラマシーラはトゥルシュカの侵略者によって完全に破壊されきて、ナーランダはトゥルシュカの司令官の住居になっていた。ナーランダには80ほどの小さな少女が残っているが、そのほとんどはトゥルシュカによる被害を受け、放棄されている。わずか2つだけがまともな状態で残っている状況である。 1206年、バフティアール・ハルジーは、ディベコットを立ち、チベット遠征に出発した。東方の国境を守るため、グリガット・ピジーラに、アリー・マルダン・ハルジーを残していった。しかしバフティアール・ハルジーの軍は、遠征中に、アッサムをプリトに破れ、大打撃をこむった。さらに、チベット軍にも、完全に敗北し、撤退を余儀なくされた。ディベコットに帰ってきたとき、 ハルジーの元には100人ほどの兵しか生き残っていなかった。間もなく、ハルジーは病に倒れた後、アリー・マルダーンに暗殺された。バフティアール・ハルジーの後継には、同じハルジー族出身のムハンマド・シラン・ハルジーが認じられた。バフティアールの兵たちは、シラン・ハルジーの手中に収まった。彼らは、アリー・マルダーンを投獄し、バフティアールの仇を撃った。しかしアリー・マルダーンは、 デリーへ脱出して、クトゥブッティームアイバクを動かし、ベンガル遠征を行わせた。アリー・マルダーンは、アワード総督、ケイマスルミと共に、シラン・ハルジーを追い落とした。シランは、ディナジプルに逃れた後に、そこで死んだ。ギアスティーン・イワーズ・ハルジーが、シラン・ハルジーの後を継ぎ、アリー・マルダーンは再びクトゥブッティームアイバクのもとへ、逃れて、ベンガル総督に任じられ、 ギアースティーンを退位させたが、1212 12年に暗殺された。その後は、ギアースティーンが福井し、独立を宣言した。バングラデシュの代表的詩人アルマフムードは、1990年代、前半にベクチラーゴーラや発行した効果の中に、自らの名を入れた。また彼の下で、数多くのモスクやマドラサ、鉄家が建設され、その配下のアミールたちもこれに習った。 一方仏教側の文献では、ハルジーはナーランダ崩壊の責任を負っているという点を強調している。ハルジーは100万冊の蔵書があったというナーランダの7階建ての図書館を焼き払った。その日は3ヶ月にわたって燃え続けたという。そして、そこから生まれた膨大なすすが丘を取り巻き荒廃させたのだという。ありがとうございます。